川崎フロンターレの中村健吾です。中村健吾のマイベストチームは、そうですね、じゃあ3、4、3にしますか。キーパーはレイソルの中村康介選手ですかね。まあ、対戦した時に一本もうこれ入ったなっていうシュートを完全に止められたんで、そういう感覚が J リーグですごい久々だったんで、これいいキーパー現れたなっていう、はい、ちょっと上から目線ですけど、西選手、鹿島の非常にクレバーですし、技術もありますし、すごく相手を見てプレーできるので、個人的にはすごく厄介ですね。中澤選手ですかね。あの年でフルタイム出場している時点でもうリスペクトです。ディフェンダー庄司君、鹿島のディフェンスリーダーとして非常にいい働きを、まあ、代表も両立しながらやれてたと思いますし、まあ、鹿島とやるときは彼を超えなきゃいけないというのもあります、ね、伊藤純也選手、足速いですね。戦術とか関係なくなっちゃうっていう、彼一人でなんか戦術が成立しちゃうような。ソーザ選手、対戦しててすごく厄介でした。しっかり守備ができてさばけて、まあ、特にソーザ選手の場合は点が取れる、はい、レオシルバ選手、一人で3役ぐらいやっちゃうんでね、まあ、カルテる時はいつもすごくマッチアップ楽しみにしてます。あとシュンさん、やっぱり嫌だなっていう、いやらしいなっていう選手ですよね。ボール持ってもそうだし、ボール持たなくても仕事ができる数少ない選手かなと思います。 J 札幌の途中から入って10点ですかね。僕らの試合の時も出てましたけど、その後すごくフィットして点を量産したんで、フォロギ選手素晴らしい選手だと思う。キープ力もそうですし、抜け出しもそうですし、高いレベルでいろいろできる選手なので。鹿島の石野選手、あのパワーは若干反則じゃないかなと思います。テクニックもあるので、少し隙を見せたらとんでもないシュートは毎回飛んでるのを J リーグで見てるので、